阪神、大敗。阪神が大敗を喫し、2ヶ月連続の月間負け越しが確定した。先発の伊藤将司が今季最短3回途中5安打5失点でノックアウトを食らった。3回に小畑のエラーも絡んで2点を奪われた。立ち上がりからボールの高さを修正することができず、ゲームを作ることができませんでしたと反省コメント。5回には、2番手の富田が村上に左中間席へソロ本塁打を浴びた。27日中日戦で8点を取り、眠りから覚めたかに思われた猛虎打線は、28日ヤクルト戦の雨天中止を挟んで貧打線に逆戻り。不振の近本が2試合連続でベンチスタートの中、相手先発奥川の前に沈黙。5点を追う5回に中野が意地のタイムリーヒットを放ったが、後続が凡退した。2度の後期で結果を出せなかった森下は5回の守備から交代した。伊藤選手はもう一度ファームで再調整しないとダメみたいですね。球威はないし、制球も定まっていません。これまで阪神の状況を踏まえると、やはり精神的に打つ自信がなくなっていそうですね。今年の伊藤将の出来ではかなりしんどい。ボールは高いし、球威がないですね。打線がこの前の試合で少しは上向いていくかと期待してたけど、2回の攻撃でせめて1点でも入れとかんと、しんどいですね。こんな点取れない打線2ヶ月も続けてるのは、100% 岡田かベンチ陣の責任。阪神は大至急で外国人やし、今から緊急補強で2人は取ってこないと。大敗の中にも一筋の光明があればいいけど、なかなか見つからない。オフシーズンを挟むだけでこんなに能力が変わってしまうのか。決してサボってたわけではないと思うだけに不思議。危惧した通り、伊藤の時に坂本を先発させたのが敗因だ。何回も同じことをこのバッテリーは繰り返す。小畑も、もう A で打てへん、守れへん、奴はいらんで、岡田は何を考えてんのかな。